こんばんは、吉谷さん。前回の動画で、ちょっと誤解をされてるんじゃないかなと思いまして、この返信動画にさせていただきます。私が2000万稼がしたっていうのはですね、本当に稼いでるんですよ。融資ではないですからね。給付金といってもらえるお金なんですよ。これはどんな書類を書けばもらえるかという、もうね、これゲームなんですよね。書類が書ける人はもらえる、書類が書けない人はもらえないと。まさに書類の穴埋め問題をやった人、そのゲームが完成した人はボーナスがもらえて、それができない人、気づかない人、作れない人はもらえないというね、こういうものなんですよ。で、なんでこれをね、稼ぐっていう表現にするのかというと、まさに人に何かアクションをしたり、集客をしたり、販売をしたりっていうのも稼ぐということですけども、まあ商売っていうのはですね、あらりっていうのがありますよね。で、あらりが 100% のものってなかなかないんですけども、給付金は 100% なわけなんですよ。そして肝心なのが、自分ではもう書くの無理って思った人に、いや、こうやったら書けますよというふうにコーチをして、あ、本当だっていうふうになってくるわけなんですよね。で、そこで信頼関係築いて、じゃあ今度は給付金とかではないですけども、自力で稼ぐコンテンツがありますよとか、それもこういうふうに埋めていくだけですよっていうことなんですよね。サイトを埋める、バナー広告を埋める、その他 YouTube で動画を埋めていく、どんな順番で埋めていくのか、どんな順番でお話ししていくのか、まさに書類っていうのはコミュニケーションなんですよね。書類が書けない人っていうのはコミュニケーションができない人、要するにコミュニケーションができなければビジネスができない、そして儲からないってことになります。まあ、ある意味ね、そのビジネスで利益を上げてる人ってコミュニケーション能力に長けてる人だと思うんですよ。人がまた見たいとか聞きたいっていう風なね、それで会いたいというふうに思っていただけるようなコミュニケーション能力を発揮していると。見たくない、会いたくない、もう話もしたくないっていう人に商売できないと思うんですよ。まあ、ですので、私は一番簡単で一番、もう国が答えてくれるというね、多分これ以上に信頼を受けるものはないと思うんですよね。で、しかも実績もあると。今回は100名の方にね、私はそれを実現したということで、101名目にあなたがなりませんか、102名目に、102人目ですか、なんていう言い方なんですかね、102人目、103人目にあなたもなれますよってことなんですよ。だから書類が書けるかどうかっていう問題なんですよね。で、もっと言ったら、ビジネスする人が書類が書けないとかね、タイピングができないとか、ライティングができないとか、読み書きができないとかね、聞くことができない、話すことができない、これでビジネスとかはね、きついですよね。思い上がるなってことなんですよ。書けない、話せない、で、聞くことができない、理解することができない、でもお金が欲しい、これは思い上がりだなと思いますよね。やっぱりそんな難しいことじゃなくていいんですよ。自分の気持ちを伝える、相手の気持ちを受け取る、これだけに尽きるんですよ。これができれば商売は完了でございます。私はそういうふうに思いますね。で、まあ融資の話をちょっとしましょうか。今回の融資って無利息なんですよ。無利息ってことは、儲けなんですよね、はっきり言ってね。100万借りて100万返せばいいっていうことは、もうこれ利益なんですよ。通常は金利ってものがあるんで利益が出ないんですよ。でも金利がなければどんなもんでも利益を出すことができます。なぜなら物価は上がり続けてるから。インフレ率って言うんですけども、インフレ率は必ずついて回るからなんですよ、ね。例えば江戸時代に100万円ってものがあったとしますよね。今のも100万円があります。これ貨幣価値一緒ですかってことなんですよ。江戸時代の100万円なんてとてつもない金額だと思いますよ。まあお金の単位は違うと思いますけどね。っていうことは、時間が経てば経つほど、その金利ってものが変動していく分ね、利益が取れるってことなんですよね。で、あとは時間ですね。100万円稼いでからことを始めるのか、まず100万円もらってそこでチャレンジして300万ぐらい稼いだところで100万円を返すのか、時間の短縮が大いにできることによって、最も大事な資源、その時間ってものがね、無駄にせずに済むということで、私は利息がゼロなんだったらお金を借りた方がいいと思います。金利がゼロってことは誰でも利益が出せるってことですからね。通常金利が 3% とか 5% とか 10% かかっちゃうんで、それ以上に利回りを出さないと利益が出せないってことになっちゃうんですけども、ほとんどの方は利回りを出す力がないですから、そればかりか集客もできないし商品も作れないんで、もう話にならないってところなんですよね。で、話戻りますけども、これね、書類を書くっていうこと、それから自分の気持ちを伝える、相手の気持ちを受け取る、ビジネスっていうのはこれでもう
終わりなんじゃないですかね、これができれば。で、逆に言うとこれができない人がビジネスをやってるっていうのがまた不思議な話なんですよね。いってらっしゃい。